皆さんこんにちは。わしの名前は大木隆人。初代の文部卿をした男じゃ。ここは大木公園と今は言っておるが、ここわし大木隆人の誕生地なんじゃな。ここには二つの石碑がある。わしとそして息子の縁吉の石碑じゃ。わしは初代文部卿から二代目の司法卿、そして国の中枢で働いた。息子もその後に国の中枢で働いていた。わしは領名を働く、後に民兵と言った。父親は早くに亡くし、母親は女手一つでわしを大切に育ててくれた。ここいらは幼なじみの大隈重信や副島種臣としこたま遊んだ場所じゃ。わしが家に帰るとな、わしが帰ってくるのを知っていたかのように、わしの大好物のナスの煮浸しをどんと母親は出してくれた。私はそれをペロリと平らげ、さておかわりと言うまでもなく、母親は継ぎ足してくれた。うまかったろう。おお、大きいの。なになに。うんうん、漢文で書かれておるの。ここに東京という文字がある。わしは二代目の東京府知事。今は東京は大変なことになっておる。だがの、皆さん安心してくだされ。後輩の小池百合子は絶対に何とかしてくれる。いつもは酒ばかり飲んでいる地味なわしじゃが、初代文部卿として皆が等しく学べる教育制度の基盤を作った。そのことは我々の演目酒持ってこいでぜひ確認していただきたい。佐川のとてもいいところじゃ。ぜひ佐賀に遊びに来てくだされ。待っとくぞ。